ね、はい、YouTube やり始めたんですよ。ああ、動画撮影されてました。はい。ちょっと撮れたかなしでしたけど。それ俺がスボーッと抜いたら、はい、まあ、YouTuber としての技術力でしょ。いや、わかんないですけど、今とりあえず動画を撮り始めましたけど。あ、撮ってるんですね、もう。もう撮りました。撮ってます。またかって、あの、タイトルしてるんですか。コリンやつ、コリンお店やろうって。僕ね、でも山川さんも結構見てますよ。あ、そうなんですか。はい。めっちゃ頻度高いですね、投稿。いやいや、俺編集してないから、その、無編集って言うんですかね。はい。だから、まあ、あれですけど、どうしよう、いきなり勝負しようか。いきなり勝負した方が圧倒的かな。いきなり勝負。嫁の機嫌は直せませんが。工場ですね。そうです。こればっかり、一回受けたらこればっかりです。いや、それでも、あれ、冒頭、動画の撮影でやったら面白いじゃないですか。ほら、あの、なんか、雪舟さんが、なんか動画撮影されてたじゃないですか。はい。あるとか、みたいな感じで。全然調子が違うと。はい。ちょっと、僕もダメでしたね。山川さんだと、大体上級ってたらわかるかなと思って。いやー、ここが溢れてる、溢れてないが、ここの店は重要です。ああ、ちょっと気をつけます。こっちゃ。来ましたね。すげえ。一撃じゃ。さすがだね。早い。キッチン流しっぱしましょう。そうですよね。これもなんか流れ悪いな。そうね。そうね、山ちゃん素敵ね、結局。逆光なんや。水撒きたいか。治水でホースつまおうか。なんか。脱いだで。見てますね。でもあれですね。
はい、だから自分のそのワイヤーでゴツゴツ当たってるのが分かってるんですけど、はい、やっぱもうあんな、なんかこうなんとか出てるやつは全然ダメなんですね。柔らかすぎるでしょ。ああ、うん、ワイヤーに俺7枚ぐらいかけてますから。でもさ、みたいな、先端がドリルというか、クラッシャーみたいになってるの、大体みんな持ってないんで。あれは専用の道具なんですか。そうです、そうです。完成度ですね。YouTube 見てる人、せっかちなんだよね。もうやっぱりこう、みんな簡単に考えとるんですよね。俺が簡単にやるから、はい、簡単なことなんやって勘違いするんですよね。確かに。編集されたらより簡単に見えますよね。そうなんですよ。今もこれ撮りっぱなしですけど、はい、こんなしゃべくりどっかで切りませんか、はい、まあ、まあ俺はこうよその業者が見てこう勉強すればいいと思うて、はい、割とこうここが実は肝やねんぞっていうところ残してやってるんですけど、はい、うん、ロバトランですよ。でも確かに山田さんの動画って見てると同業の人向けなイメージですね。そうです。だから俺ができることは誰にでもできると思ってるんで、それこうやったらみんなうまくいくぜっていう話なんですけど、山田さん YouTube で終わらせてるんですか。はい、ちょっと、まあ今回は3箇所、3箇所、うん、女の子かどうかわかんないですけど、だって娘だけじゃないんですよ、ね、うーん、1箇所目抜けていくんかなと思ったらいかへんで、2箇所目抜けていくんかなと思ったらいかへんで、3箇所目でどうといったって感じ。だから1箇所目に崩れたやつも2箇所目に行くし、あ、はい、だから1、2、3で3がやっぱり一番に組みなくてもやろうとは思いますけど、いや、やっぱり何かしら問題がある配管やから、これが答えだ。いいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。暮らし案もダメ、どこもダメ、あそこもダメ、ここもダメ、ダメダメダメよね、ダメダメ。いいじゃないの。ダメよ、ダメダメ。いいね。OK、OK、グーグル。